大吉チャンネル、大吉チャンネル、大吉チャンネル、大吉チャンネル。皆さんこんばんは。大吉チャンネル大吉でございます。さて今日は日曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。日曜日なんですけどもね、今日はまあ番外編と言いますか、大吉の言いたい放題ね、今日はちょっとお話ししたいと思いますけども、私のこのお店ブルームーンというね、バーなんですが、ライブバーね、やっと時短解除されましたんでね、今普通にやってるんですけども、営業してるんですけども、7時オープンね、12時閉店ということで、一応ね11時半がラストオーダーということでやっておりますのでね、また皆さんね今まで、通りまた遊びに来ていただきたいと思います。ただしちょっと少しの間ね、人数制限してるんで、ライブの方ももう少し、様子を見ようと思っております。そうですね、1組2名ということで、2組今のところねカウンターだけということでやっておりますので、その辺ね、直接来店されてもで、まあお客さん入ってたら、入れないことがありますので、まあできることならちょっとその前にね連絡してほしい、行くよ前もってね、まあ当日時間ギリギリになってももしお客さん入ってればお断りすることになりますので、ね、電話一本、いただければありがたいと思います。そういったわけで、マスク、着用でよろしくお願いいたしますね。まあ説明欄の方下のねここの説明欄というかそこにブルームーンのリンクが貼ってるんで、そこを見ると連絡先とかも全部出てるんで、ご面倒でもよろしくお願いいたします。でね、お店の方は今持ち込みとか自由で、食べ物ですよ、飲み物だけ飲んでいただいて、食べ物はもう持ち込み自由なんで、何を持ってきて食べようが構いません、ね、持ち込みも自由で、だから皆さんあれかな、スーパーのお惣菜がなんか買って自分の食べたいものだけを買って、来て、飲んでる状態ですね。そういったわけですのでね、でブルームーン日本酒、メニューにはないんですけど、まあ、隠れメニューって日本酒を置いてますので、また結構日本酒好きな人が多いんでね、うちのお店は結構常時これは置いてますね、辛口なんですけど雪の松島、ね、これも常時置いてます、ね、結構これ好きな人もいるんで辛口、あとはまあいろいろとありますね。でこれも一の蔵なんですけどね、超辛口、ね、こんなのも置いております。よければぜひね、前もって、連絡いただければ、ご用意、お席の方をねご用意しておきます。もういまいちしばらくの間ね、本当に、ご面倒でしょうけども連絡いただいて、来店していただきたいと考えております。そういったわけでブルームーンのちょっとお話なんですけど、今日はあとね言いたい放題、以前にもね言いたい放題でお話しした、ね、今初めて見る方はまたね過去の言いたい放題を見ていただければ、ね、お話ししてた以前ミスター新藤さんのお話なんですけども、まあ毎回なんかかんかやらかしてくれるんですけどね、今回はそのミスター新藤さんのお話もね、元気にしておられるんで、そんなお話もねちょっとしようかと思います。
それであとまたね、まあ去年今年とコロナの影響でライブできなかったんですけども、それまではずっと1年に2回奈良県から来られてる、北海道ツアーってことでね、まあ5月と12月にずっとうちでライブをやっておりました。あの大衆ソウルシンガーインディーさんね、いるんですけども、まあ連絡がありまして、あの自分のことを記事にしてもらった週刊誌、それをぜひ見てほしいと、ああいいよ分かったよって買いに、行きましたのがこれですね、週刊大衆、ね、これを買って早速ね記事、見たんですけどね、あのインディーさんのことが記事が書かれておりました。それでこの話をね、ミスター新藤にお話ししましてですね、そうするとこの本に、ポスターが、女性の裸のポスターがついてた、ね、ついてるよってでミスター新藤に言いましたら、でこう前の方に 袋閉じになっててね、こういろいろこういうのがね載ってたよって、でね、なんか様子がおかしかったね。次の日ね、ミスター新藤家の人にね、朝午前中のうちからリックしょってちょっとコンビニに行くと、家の人にね、たまにね歩かないと、健康のためにちょっと歩かないといけないから、そしてリックしょって帰ってきたら家の人のね、におにぎりとかも買ってきて、でリックに本はリックに入れて、私の本もね多分ねピンときたんですよね。あ、週刊大衆買いに行ったな、おそらくねそうだなと思って、私もその誘導尋問が得意なんでね、そういう話をしてとうとうね、家の人には早くお風呂入った方がいいよとか、その間に見ようとしてたらしくて、本買ったんでしょうって、うまい具合に誘導して、そうすると本買ってきたことを認めて、私週刊大衆って言ったのに、ミスター新藤は週刊朝日を買ってきたらしいですね。一回調べたら朝日は今回、天皇の方の特集あのね、結婚の話とか、天皇家のね皇族のお話特集だったんですね。あと岸田政権の今の特集でね、それだから朝日じゃなくて大衆だって言ったでしょって、で間違えたらしいんで、こっそり言ってね朝日を買ってきて、でねそれを取り替えてもらえばいいんじゃないの話したら、ミスター新藤はね、買った時にレシートもらわないでちょっとレシートいらないって言った方がかっこいいんじゃないかっていうことでね、レシートはいらない、もらってきてない、いやそういう話になっててねちょっと笑っちゃったんだけど、で次の日にまたね買いに行ったんです、こっそりと家の人にバレないように、でまんまとこの週刊大衆を手に入れましてですね、そしたらね、少しね午前中はちょっと体調が悪いんで、少し布団に入って寝てるから開けないでねって、で自分の部屋の襖も閉めてね、いたらしいんだけど、こっそり見たら布団の上に座って本を一生懸命見てたって、本をね読むとこは読んでない、見るとこしか見てないから、そういう方なんでね、それで私の誘導尋問で、まあ、ペラペラ喋るんですよね、ああ言っちゃった
っていう感じですからね。でその裸の写真のとこを全部本から撮って、どうもねこっそり隠れてクリアファイルにきちっと入れて、撮ってあるらしいんですよね。でそれはあれでもスクラップしなきゃいけないからって本人言ってんだけど、うん、その家の人がねもう絶対もうすぐの買いに行かないようにするって。で、あのミスター新藤はねまた来週号もねなんかいいのがね予告っていうか来週はこういう記事っていうのがそこを見てまた来週もね買おうとしてるんですね。で家の人は絶対買わせない。でミスター新藤はどんな言い訳をして買いに行くのかということのところでございますけどね、まあまあ困ったもんですよね、うん、でねもう寝てるから普通負けないでっていうのねこっそり開けたら本当に布団の上に正座して見てたらしいんですけど、ね、やらかしてくれますね、うん、そういったところでございますけども、まあね、ミスター新藤は元気でやっております。一日に一回何かかんかやるね、やりやらかしてくれるんですけど、まあね、皆さん寒くなってきてるんでね、本当にね、今年はインフルエンザも流行るんじゃないかって言われてますけどもね。本当に気をつけてください。なんかノロウイルスなんかも流行ってるらしいですからね、皆さん気をつけていただきたいと考えております。今日は日曜日の特別版歴史の言いたい放題ねお話ししましたけど、またねこういう特別版金曜日以外にもやってきますね。そしてね、これから北海道は冬になって雪ねなかなか神社の方ちょっと札幌市を離れていくってことがちょっとね難しくなってきますので、いろんなまた大吉の言いたい放題をお話ししたいと思います。それでは皆様ね、また今週の金曜日に神社の方、ね、やります。お楽しみ。それではありがとうございました。